もうダメだ、バナナだらけ、バナナ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 、うーわ最低だよ。ほらえ、どうしたみんな、どこ？あはあ、いやいやいや1位取ったな。いやいいな、1位の人もさあれだね、12位になることもあるって分かって気持ちいいわ。いや1位取ったな今日。いや嬉しかったな、1位取れたな今日。アピールしてんな。やっぱ何があるかわかんないんだ。何があるかわかんねえよ。わかんないんだ。なんかさ、青にマリオカートを教えたいっていう気持ちと、いやお前はそのまんままでいてくれっていう気持ちと。ダメだよ教えちゃん。今日すごかったよ。リボンロードのところでさ、スター使った後になんか変なとこ詰まっちゃって、脱出できるんじゃないかと思ってキラー使ったんだけど、キラーでも詰まっちゃって、もうずーっとキラードドドドドドドって。そんなことあるんだ。そんなことあるんだ。そう。しかも切れた瞬間にサンダー当たってた。そうなんだ。知ってるのかな、そもそも。なんかムスカみたいな待ちたまえ。把握しているのか。上を向く、上を向く、覚えたの。上を向く、いって。すごいすごいすごい。近い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 。おお。消費してしまったでしょ。青くん。面白すぎる。いやー、それは日落し豪すぎるな。いや、青くんのさ、一番最初にさ、走り出すときに、ゴーっていうのがめっちゃ好きなんだよね。ゴー全力でさ、アイテムを手に入れるとき、ドーンっていうの。わかるわかる。なんか投げるときとかさ、なんかアイテム手に入れるのにそんなドーンとか言う人いないからね。いや本当に初配信思い出してほしい。そうだよね。ねえ、初配信からポンではあったけど、みんな僕はイケメンって言われてるらしい。まだときめいてたよね。ときめいてたよね。まだまだね、ギリね。そうなんですよ。え、いつからときめいたかなこなったの、2人とも。ドッキリの撮影した時からかな。なるほどね。私は、マリオパーティーのコラボした時かな。まあ、それはそう、その時に、片鱗見せてて。そう、見せてた、完全に。ちょっとマジカエル化してたんだけど。カエル化出たー、今流行りの言葉。もう、流行りの言葉。あの時完全に、あ、こいつは変なやつだ。変なやつだったか。変なやつだ。イケメンとかじゃねえ。イケメンとかじゃねえ。悲しい。もう泣いちゃうよ。いまだにさ、なんか僕イケメンですよね。やってるやってる。いや、なんか一番でもおもろかったのは、ご飯食べに行った時に、なんか、いやでもそのなんかちょっと殻を割った感じがするよねって、そう、イケメンになりきれないみたいなキャラクターがなんかすごいいいよねみたいなって言ったら、そうなんですよ、そういうキャラで売っていこうかなみたいなさ、ことをさ言うのかなと思ったら、いや、イケメンだと思ってるんですけどね。どういうこと？どういうこと？そう言ってたのが一番悪くて、えって。あれ？あ、そうなの？なんか自分的にこう振り切ったんかなって思ったら、そうじゃなかったらしい。なるほどね。別にそういうわけではないんだ。まだイケメンでいたいという気持ちは。あ、そう、まだイケメンだと思ってるらしい。ああ。そのままでいて、そのままでいて。いいよ。いけてる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 。大丈夫大丈夫。